第4代、バクルー公爵及び、第6代クイーンズベリー公爵、チャールズ・ウィリアム・ヘンリー・モンタギュー・スコットは、イギリスの貴族、アザミ君賞君爵氏。第3代バクルー公爵、第5代クイーンズベリー公爵、ヘンリー・スコットの、次男として、ロンドンで生まれる。母エリザベスは、初代モンタギュー公爵、ジョージ・モンタギューの娘。兄はすでにしており、誕生から就職まで、 ダルキース伯爵の儀礼称号で称された。イートンカレッジで教育を受けた。進学先は、ケンブリッジ大学とする資料とオックスフォード大学とする資料が存在する。1793年から、ウィルトシャー州マールバラ選出の、1796年から、ウィルトシャー州ルドガーズホール選出の、1805年に、コーンウォール州ミッチェル選出の、 1806年から再び、マールバラ選出の通り伊藤所属庶民院議員を務める。1807年に、父親の爵位の従属称号、ティンダル男爵として、貴族院に招集され、貴族院議員となる。1800年から1802年まで、フリーメイソンのスコットランドグランドロッジ、グランドマスターを務めた。1812年1月11日に、父が死去し、 爆竜公爵などのスコットランド貴族の爵位と、ドンカスター伯爵などのイングランド貴族の爵位を継承した。同年5月22日、アザミ勲章を授けられた。ポルトガル王国のリスボンで死去し、ノーサンプトンシャー州オークトンに葬られた。爵位は、次男のウォルターが相続した。1795年に、初代シドニーシ爵トマス・ター・ウンゼンドの四女である、 ハリエット・キャサリン・タウン・ゼンドと結婚した。彼女との間に三男六女を設けた。ありがとうございます。